どうもご無沙汰しておりますベンマックスです。先週の金曜日16日にですね、発売された限定の、G-SHOCK 買ってみました。中はですね、海はこいつを持っていまして、陸ですね。で、空がなかったもので、買ってみました。空の G-SHOCK。ロイヤルエアフォース、前にですねインターナショナルウォッチカンパニーのマーク11のロイヤルエアフォースで使われた時計持ってたんですけれども、70万ぐらいで買ったのかな。家内にね、買って、事後報告でマークイレブン買っちゃったって言ったら、あんたデイトナ持ってんでしょ、はい、返しなさいって言われまして、しぶしぶですね時計屋さんに返しまして、70% 返ってきて、30% 損しちゃいました。でですね、セイコーのですね7A28 も持ってたんですけれども、そのロイヤルエアフォースに提供した、7A28 ってのはムーブメントの名前なんですけれども、クロノグラフでですねセイコーのも持ってたんですけども、なんせちょっともうムーブメントが古すぎるんで、ちょっと売ってしまいましたね。でやっぱりロイヤルエアフォースはですね、私の中では結構心に響くものがありまして、今の IWC でトップガンっていうのもねあったりするんですけれども、私はちょっとロイヤルエアフォースが好きで、ついに来たかと思いまして、それで買いました。でね、初めてですね、初めてマスターオブGを買いました。タグ外されそうになったんでね、ちょっといいですかって言いまして、タグをちゃんとつけてもらいました。GRB200RAF-8AJR という品物です。定価はですね、52,000っていうの税込みですね。これから1割引きしてもらいまして、それで買ってきました。それでもですね、クロックマンがやっぱり一番人気なんですけれども、もうクロックマンはいいやと思いまして、今まで買ってきて、僕この GWF の 1000B っていうやつがですね、これが非常に気に入っててですね、もうちょっといらないやと思いまして、あと DW8200 の、BK ですか、リアルブラックとかいうやつ、リアルブラック、そうですね、それも持ってるんですけれども、もうちょっとフロックマンはいいやということで、買ったんですけどね、結構いい匂いするんですよね。なんか高級感があっていいですね。箱がかっこいい。
お顔はどんな顔してます、してるかと言いますと、こんな顔してます。で、このカーボンがね、ツヤがあってかっこいいですね。あと、カーボンコアガードで、全部ここはカーボンになってまして、ムーブメントを守ってますね。ここで止まっちゃってるわけなんですけれども。ちょっと外してみます。でこちらに、ビジョンにです、勇敢にですね、ロイヤルエアフォースと入ってまして、まあ、かっこいい仕上がりになっています。そして、ここにね、3つダイヤル、ボタンがありまして、なんか、雰囲気がね、かっこいいですね。で、これ、私もどう使うかよくわかんなくてですね、いろいろちょっと調べてて、お見せするの時間がかかったんですけれども、ここでですね、これは、気圧ですね。気圧、あ、違う、10月20日か、今日のことか、ですね。でこれで、今の時間が、出てまして、これは何だろう。ちょっと分かります。すいません、忘れました。で、これで元に戻ったね。チューズデー、10月20日ということですね。で、使い方はですね、まあ、だいたいここなんですけれども、いつものモードっていうボタンを押していくんですけれども、これが気圧計ですね。で、これ、温度計で 20.8 度、今この部屋 20.9 度ですか。私の多分手の厚さで少し上がってると思うんですけど、あ、もう上がっちゃいましたね。でこれが、ちょっとこのいろいろ撮ってみまして、でここ標高 50m あるんですよ、私の住んでるところで。その撮ったログがですね、残ってるわけですね。後で ログはお見せしますけれども、今日の、日の入りと日没という表示が出ます。これはストップウォッチですね。毎度おなじみのっていう感じですけれども、リセットですね。これが、まあ、タイマーですね。で今10分にセットされてまして、こう押すと、0、10分過ぎてこれが0になった時にアラームが鳴るという仕様になってます。今こっちでリセットで、アラーム、何時にアラームを鳴らすかというアラームで、ところなんですけども、2、3、4、5本ありますね。でこれが、サイン、まあ、ぴったりになると多分ピピッとなるということですね。あの時報みたいな形ですね。で、また最後にまた、アラームの位置に戻るということになってます。これはあの世界中のね、時間ですね。今パリにあってて、パリは午前5時41分、まだみんな働いてませんね。いや今コロナですごいらしいですね、フランスはね、ロンドンとか。ロンドンはまだ朝の4時41分と。でこれで元に戻るということになってます。でこれ
私初めてなんですけども、あとコンパスですね。北、これが北を指してます。この辺かな、北の。こっちの方ですね。で、私は初めてですね、このスマホとリンクさせる、時計を買いました。で、まあ、どんな感じかと言いますと、ここに G-SHOCK ってあるんですけれども、これアプリをダウンロードしていくんですね。で、ここでそれでですね、今リンクしてみたんですけども、アップってありまして、これアプリケーションだと思うんですけれども、これと今リンクしているということになりますね。で、使い方なんですけども、ここを押してリンクしろということを言ってまして、ログをちょっと撮ってみたんですよね。息子を迎えにね。で、それのデータが入ってるんですが、ああ、ありますね。ちょっとこと上の方はお見せできないんですけど、ですね、帰り道ですね、息子を乗っけて家に帰るまでの、グラフが、高度計のグラフが出てます。で、こう走って、まあ23時46分に息子を乗せて、で12時10分に家に着いたということなんですけれども、まあそんなような、今ここがこんな感じだという、こういう形で記録が残ります。これはですね、今はGPS がオンになってるんですけれども、オンになるとここに地図がですね出てきて、ルートがこう出てくるわけですね。歩いたルートが、車に乗ったルートも出てきます。で、ですんで、こういうどういう行動をとってきたかとか、山に登るときとか、まあ、飛行機で、飛んでる最中のログを、まあ、こういうスマートフォンでね記録できるわけです。今のところそこまでしかちょっと機能が分からなくてですねはい、まあ、そういう機能、特化した機能があるということですね。はい、そういうことです。ちょっとこういうね、例えばっていう感じで、自分の家のね、ピンポイントから着いたところの、ところまでちゃんと正確に測れるわけですね。はい、まあこんなところで。こういうスマホを使って、できるということです。で、これで戻ります。ログを取るときはですね、ここをまず長押しして、ログってありますんで、これで、ログがですね今コネクトってわけですね。で、今ログオン状態で、こういうふうに今、
37メートル、うん、ここ37メートルぐらいなんですね。で、ここでこういろいろ飛んだり、飛行機で飛んだり、例えば自転車でルートをね、走ったりとかですね、あと車で走ったりとか、山道を登ったり、そういった時にこういうのモードを使って記録させるわけですね。そしてここで、これで、これで今ログが取れて、おります。こういう形で、これが4本ついてるのかな。今2本ですね。今撮ったのはこちらで、やってみたのがここですね。で、この上に、ちょっと地図見せられないんですけど、どういうふうに動いたかっていうのが、わかるわけです。まあ、こんなものを買ってみました。この針、グリーンがいいですね。グリーンの針っていうと、エアキングみたいな、エアキングもね、グリーンの針でしたよね、確か、秒針は。これね、なんかすごく難しいですね。アナログになってからちょっと難しいなと思うようになったんですよ、少し。昔、レギュラーのやつはね、すごく簡単なんですけども、このね、そういう、なんですか、記録をするに特化したところっていうのは、結構、使い込んでね、やんないとわかんないです。なかなか、ちょっと、2、3日ね、ちょっといろいろ使ってみたんですけども、なかなか難しいですね。で、ちょっとこうつけてみますね。1,2,3,4,5 ぐらいがいいんだよな、確か。1,2,3,4、まあ、とりあえず4本のところで入れてみましょうか。結構でかいんですよね。なんか本当に手の上にケーキでも乗せてるみたいな、ね、機材乗せてるみたいな感じですね。なんか時計というよりも本当にメーターかなんかがついてるみたいな感じで、そうですね。なかなかこの色もかっこいいと思います。あとこのね、カーボンなんかもツヤがあってすごくかっこいいですね。これ限定で出たんですけれども、買ってよかったと思います。プレネはね、ほとんどついてないですね。逆に売ったら損しますけれども、それでもちょっと今回はソラの G-SHOCK が欲しいなと思って買いました。虹色のね、フロックマンはもう今フィーバー状態ですけど、これはね、ちょっと寂しくなってますけれども、僕はちょっとこういうのが欲しかったんで買ってみました。で、そうですね。で、これがライトですね。ライト、ここでつきます。で、暗くするとこんな感じで光りますね。結構な光量がある感じです。はい、以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。